皆さんご機嫌いかがでしょうか。ルルナルです。ホラーゲーム実況レイヤーズオブフィア3回目をやっていきたいと思います。前回ですね、この絵ですね、絵をフラミンゴみたいなものになりました。でこちらのところにですね、おそらくこのロッカーに全てのところに1個ずつアイテムを探していくのが目的だと思います。見たくないんですけど、これ革なんですよ。なんか革をカミソリでやったよみたいなことがここにメッセージ書いてありましたが、ちょっと怖いので進みましょう。扉をね、開けるたびにですね、変わっていきますので、また変わってると思います。形のない夢と書かれております。さあ、ちょっとね、ため息が出てしまうくらいなんですが、行きましょう。廊下が広がってますね。この、自動ドアが高速自動ドアですね。ちょっとね、他のゲームとかと違ってですね、結構連続してねやれないんですよ。私はこれを約40分とかね、40分ちょっとくらいこれでプレイした後に結構心臓がバクバクいってまして、さあ次の章を連続してやろうっていう気持ちにちょっと慣れないんですね、怖くて。なのでちょっと今回もどれくらいかかるかわかりませんが、数日実は置いております。これ閉まんないの、あれ、あ、ちょっと離れなきゃダメか。これがあれ、左動かない。じゃあ右列、エレベーターで上に上がってますね。アトリエ1階でしたから、え？何今の？今なんか、シザー、え？今それも何かあった。シザーマンみたいな人がいましたけど。え？字もちょっと読めなかった。動画でゆっくり見直していただければと思います。今の誰？今のとこね、敵と戦うような仕組みがあるとはちょっと思えないんですよ。こちら。ドアが近くにありますね。鍵がかかっています。何回か言いましたが、鍵がかかっているとちょっとほっとしてしまう自分がおります。あとね、結構文字が書かれているので、それを見落としちゃいかんなと思ってやってるんですけど、開くかな？開きません。ちょっと明るくいないとね、心が萎えてしまうので開いてませんね。ですね、ちょっと気のせいかもしれないんですけど、今ね後ろで扉が開く音がしたんですよ。開いてるよ、右側開いてますね。なんか覗いてるな、あの絵が。いつもの絵が。うわ、開いてしまって、まあ多分敵がドーンと出てくるようなことはないと思うんですけど、ドアは閉めれるな。このドアのね、閉めた裏に何かあったりするといけませんから、一回ちょっと閉めてるんですけど。このおかしな絵ですね。この一体女性は何をしてるんだというね。で、女の子が、わっとって顔して見てますからね。あ、鍵がある。いきなり鍵をゲットしました。順調です。前略。貴殿が我を失っておられることはよく存じ上げており、また、奥方と貴殿自身に、心よりご同情申し上げます。しかしながらこの件についてこれ以上ご連絡をいただくことはどうかご遠慮くださるようお願い申し上げます。あらゆる皮膚移植の術式は非常に複雑なもので、また常に失敗のリスクを伴うものであることをご理解いただきたく存じます。その上でなお、
私とセントアンナ病院のスタッフは持てる技術の中で最善を尽くし、奥方をできる限り良好な状態にさせていただいたことは保証させていただきます。個人的な見解を申し上げるなら、組織の損傷を鑑みるに、当病院は可能な限り最高の成果を上げたものと自負しております。議連がこれと異なる見解をお持ちであること、また議連の当病院に対する失望についても重々承知しております。ですが、私や私の同僚の医師に対して罵詈雑言の手紙を送ることで事態が改善するとお考えであることについては到底理解できるものではありません。先に述べた通り、議連が並々ならぬ精神的重圧下にあることは理解しておりますので、議連が今後一切連絡を行われないのであれば、これまでの件は不問といたします。ただし、私の同僚や家族、または私自身に対しさらなる脅迫を行われた場合には、しかるべき措置を取らせていただきます。もし心理的支援をお求めになられる場合は、議連が目下の苦しい状況を乗り越えるにあたり、お力添えすることができる何人かの専門家を当病院のアシスタントよりご紹介しますので、ご検討ください。議連と奥方のご多幸をお祈り申し上げます。ウィリアム・ H ・グリーン医師。なるほど。何がなるほどなんだってね。また筆談コミュニケーションしてるんだね、この人は。手紙、ペストバスターズと一緒ですよ。また手紙を送ったんですね。ただ、奥さんの皮膚治療、皮膚移植って言ってましたから、奥さんに何かあったんですね。今ふと思ったんですけど、皆さん聞こえますか？ピアノが鳴っています。気のせいかは分かりませんが、なんか来たとこともちょっと微妙に違います。ピアノが鳴っている。ピアノまた来た。このささやき声でございます。このささやき攻撃、皆さんこれヘッドホンして聞いていただくとお分かりいただけると思うんですが、かなりね、精神に、神経にきます。おそらく奥さんのその第1回目にね、キャデラックデパートが、あ、ギャラクティックデパートが火事に包まれたというのがあったから、 Why did you stop? That tune was perfectHoney, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. どうやら奥さんにね、絵を描くときに演奏をしていてもらったのかな。で、ギャラクティックデパートで逃げ遅れた人がいたと書いてあったから、おそらく奥さんがそこにいたんじゃないかなって。で、絵が今見ました。ちょっと侵食してましたね、黒く。多分奥さん火傷を負ったんですね、のような。で、そこの治療をした病院にまた筆談攻撃を繰り返したわけだ。直接喋りましょうよ。ねえ、でもその弁護士とかにやるぞって言われるくらいまでずっとやり続けてるってことだから、鍵かかってます。相当なレベルでやってるんですよね。脅迫に近いものまでやってるということは、相当精神が、鍵開きますね。かなり心が参ってしまったのか、もともとね、筆談での会話がお好きな方のようではありますね。高速自動ドアです。わかったわって感じですよね。これは物置何度かな？特に本になんかはなさそうですね。とにかく、
この画家の方がね、何をもってどうだったかっていうのはちょっとまだわからないんですけど、奥さんのね、こともなんかあったみたいですね。今ね、なんか焚き火のパチパチ音がするんですよ。赤いかかってる。じゃあこっちかな。ここにもドアがあったんですよ。あ、焚き火の音が消えましたね。開いた。階段か。まあそういういろんなことがあって、精神的重圧、燃えてる。何かが燃えてるな、したら。これバーンって落ちないでしょうね。これ何ですかね。家具？椅子？ピアノ？なんか家具っぽい足がね、あれ、見えますから。したら燃えてますね。あとネズミの絵もね、なんとなく探さなきゃいけないってことが分かってきましたよ。壁に張り出されるんですよね。だから、奥さんとうまくいかなくなったのとか、本当にいろんなことを、いろんな不幸が重なってしまったんですね。で、もともと、筆談コミュニケーションの人ですから、筆談するからちょっとコミュニケーションがね、うまく取れてないんで、え？皆さん聞こえますか？赤ん坊か何かの声がします。あ、これは閉めなくて、どうせ高速ドアだ。うわぁ、赤ん坊の声がします。チラ、チラ。あ、どんどん多くなってくる。こっちじゃないな。こっちの部屋からはしない。ここら辺、あ、多くなってきた。あ、宝箱がある。宝箱です。宝箱に何が入ってるか。オープン。とてもびっくりしてしまいました。赤ちゃんの人形が、震えて、ちぎなってしまいました。字はなさそうですよね。気になってるんですけど、子供が出てきませんよね。子供のことは何にも。結構奥さんとご自分のことは言うんですけど、子供のことは何にも出てこないんですよ。何もないな。この廊下無駄じゃない？あ、明るい感じのところに出ましたが、これは高速エレベーター。あ、まあ、そういうことはまあいいか。高速、どうせ高速自動ドアでしょ、ほとんど。3方向に分かれてる。3サロ廊下。またネズミ捕りあるよ。なんか文章見つけましたよ。注意すべき兆候。以下に記載されたリストは、統合失調症の症状として最もよく見られる兆候の一覧です。統合失調症は通常15歳から25歳の間に診断されますが、この疾患はより高齢の患者もかかることが知られています。なお、これらの症状は統合失調症に特有のものではございませんので、ここに載っている症状があっても必ずしも統合失調症にかかっているとは限りません。適切な診断を行うには、資格を持つ専門家、心理学者や精神科医にお問い合わせをください。表情がうつろ、ぼんやりと宙を見つめる。はい。無意識の顔面の運動。はい。不眠症、未確認です。普通じゃない身振りや姿勢。いつもです。あ、これおそらく最後に私が質問の最後に言ってるのが、ここに書かれてる答えですね。活動に喜びを感じられない。確実に当てはまります。離人症。意味がわかりませんが、
ぎこちなく不器用な動き。おそらく事故によるものです。怒りっぽい。腹を立てやすい。どちらかというと、保身的な非協力性です。モチベーションの欠如は？はい。自殺願望は？はてなはてなはてな。これは、まあ、統合失調症の症状があるかどうかのアンケートらしいんですが、誰のだろう？画家のかな？画家がこんな風になんか素直に答えるかな？でも普通じゃない身振りや姿勢が、いつもですって言われるとちょっとね、そうですかっていう。まあね、宙を見ぼんやりしてしまうこととかって私でもありますからね。必ずしもそんな、それが、でも、いつも変な行動してるわけじゃないんで、やっぱり違うのかな。あ、またネズミッチですよ。ネズミッチ見つけました。でも、これ壁ですよね。これ壁が壊れたのかな。隣のうちの壁かな。で、向こうも、塞がれてるからいけなさそうですね。あ、文字見つけましたよ。文字が、覚悟を決めろ。覚悟を決めろ。何の覚悟でしょうか。あんまり、ちょっとびっくりするようなことは、あんまり起きなくなりましたね、今のところは。今のところちょっと平和に探索が、まあ、さっきの赤ちゃん以外は探索ができております。この棚無駄だな。海外ってこうなんですかね。あ、剥製の部屋でございます。また出ましたね、剥製の部屋。また出ましたね、酒瓶。お酒好きだな、この人。飲みすぎですよ。お酒に何かしら逃げてるんでしょうね。電気をつけまして。リビングなんでしょうけど、なんかね、こういう剥製があると、逆に落ち着かなくないですか？外国の方は、落ち着くのかな？何もないですね。開かない。これ結構引っ張るだけのスペースがないと開かなかったりするんですよ。中は何もない。閉めとこ。何があるんだろう、この部屋は。特には。あ、電気がつくかな、こういうところ。電気は、つくな。ついた。なんか影に照らされてとかでもなさそうですしね。結構この開き戸はあんまり何もないですよね。あ、バイオハザードじゃないから押せないですもんね、これね。特には何もないかな。じゃあちょっとこっちに行きましょうか。こっちか。廊下ですね。こっちかな。どっちだろう。うっ、びっくりしました。これは何？後ろですか？うわ、なんだこりゃ。あ、突然部屋が壊れたんだ。自分が出たら。え？何今？今なんか一瞬見えましたよね。何？なんだろう。これ何？金庫ありますけど。え？これなんか金庫ってありました？なんか暗号。え？気づかなかった？あったのかな？
すいません、ちょっと気づかなかったけど、こんな部屋にあるのかな？でもこれ壊れちゃったから開かないんですよ。落ちてるやつとか。あ、ちなみにね、この絵私見たことある。なんか怖い絵かなんかの一覧かなんかで見たことがありますね。まあ、確かに怖い。金庫のキーワードですか？暗証番号がトナカイの後ろに書いてあるとか。ないなぁ。落ちてるものの中にこういう調べれるものがあるとか。なんか知らないと、でもあれ壊れた。この部屋が崩壊した意味がないですよね。どっかいないかな、金庫の開けるキーワード。ないなぁ。暗証番号わからなきゃね、開かないですから。すいません、私が見落としたのかな。でも、向こうの部屋に行けるから、今。行けるってことは、特にそれにこだわらなくてもいいのかな。今は開かないかもしれませんね。まあ、どちらにしてもちょっと今は開けれないんで、先に進んでみることといたします。で、これ、後ろからボンって破壊されて、瓶まで飛んできたんでしょうね。これ怖いわ。お、なんかある。でもこっちはなんかあるのかな。こっちも何もない。特に絵もない。わ、また始まった。このささやき声が、なんでしょうか、心臓をドクンドクンさせるんですけど。なんか人の精神に働きかけるんですかね。そろそろね、おかしな絵があることは慣れてきましたよ。さすがに。今、見てなかったけど、絵がなんか、崩れましたね。一瞬しか見れませんでしたけど。ロープ？なんでロープなんかあるんだ？このビクビクした入り方がね。なんだこれは。取り返しがつかない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 って書き続けてる。これも取れない。あ、手紙が読めるかな。読めないな。行けるところがない。ただ、これ綴りが逆なんですよね。綴りとか逆、書き方が。で、鏡があるから多分入れるんじゃないかな。行ってしまおう。あ、歩きさ、入れた。入れましたね、鏡に。やっぱり。取り返しがつかない。もう取れないんだ。もうそうですね。書く向きが一緒になりましたね。正常になりましたね。文字の。ということは、あそこは、じゃあ今まで行ったとこは鏡の部屋とか考えると、多分そんな常識が通用しなさそうなんで、手紙読めたりしない？読めないか。じゃあちょっと進んでいきましょう。お、明るい廊下だ。ワンちゃんかな？
ルルナルのライバルのケルベロスではないですよね。あの犬の絵だろうな。すごいなこれ。すごい音量。え？泣き止んだ。ああ、泣いてる泣いてる泣いてる。今、2頭の犬がいて、子犬の方はもう、焼けちゃって、こっちが、まだでも立ってる。ケルベロスではないですよね。あ、また始まった。ささやき攻撃。このささやきがなんか私のなんかすごく心をざわざわさせるんですよ。ん？なんだこれ。グッドボーイ。いい子だ。首輪が最初にあった首輪だなこれ。Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Oh. ね、ハギーは猫と一緒に飼う、猫と一緒に育てたいわって言ってたんですよね。そしたら、だから犬を飼ってきたんですよね。で、あははって笑ってますよね。嫌なやつ。でも犬も猫もどっちもいいですよ。うちも両方いますから。両方ね、ちゃんと、特にね、動物は弱いものを守ろうとする本能がちゃんとね、人間よりも強くありますから。でも あの笑い方ムカつきますね。あはははみたいなね。なんでハギに嫌がらせをするんだ。あった、文字あった。お前も欲しいのか？まあいいものならですけど、何をくれるのかによりますわね。よいしょ。なんかあります。偉大なる芸術家の失墜。削除の新作展は、失望と嘲笑、ごめんなさい。読み直しますね。削除の新作展は失望と嘲笑のルツブに、嘲笑、なんでしょうね。ごめんなさいね。朗読の時はね、読み直すんですけど、読み直せないんで、ほんとすいません。削除の新作展は、失望と嘲笑のルツボに。我々が今日鑑賞したものは、心理学者の研究対象としては興味深いものかもしれないが、芸術的な意味においては全くの無価値だった。この辛辣な言葉の主は、他ならぬジェイソン・ヒューズ氏その人である。この高名な美術評論家は、かつていち早く、削除、死の、作品に目を留め、その賛辞が彼の最初の大成功に大きく貢献していたにもかかわらずだ。このような暴力的な批評がまだ先日の悲劇の記憶も冷めやらぬうちに果たして必要だったのかと問いかけたところ、ヒューズ氏はこう答えた。評論家の使命は作品を批評することであり、芸術家自身を判断することではない。確かに彼には最近大変な不幸があって、それが彼に大きな影響を及ぼしたことは確かだ。かといって、もしも我々が声を潜め、彼の作品を受け入れる素振りでもしてみせたら、それこそ芸術家に対する裏切りになる。他の評論家は、これよりはやや寛大な評価をしており、削除。芸術家としても画家はうまくいかなくなってしまったんですね。まあ、先日の不幸というのが、その奥さん、まあ、推測ですけどね、奥さんのことなのか、他にも何かあったのかは、ちょっとまだね、まだわからないですけど、音がしましたね。
第2回目の絵のことがあるから、私振り向くのすっごい嫌なんですよ。なんかいるな、いるかな、あるかな、なんか。え、椅子がある。この椅子が来たのか。これ入り口にあったし、こんなに汚れてなかったですよね。椅子というか車椅子ですね。あ、そうか、足が不自由だから。あ、とにかくやっぱり芸術家としてね、大成功したんだけど、すぐに叩かれるようになってしまったんですね。鍵です。鍵です。正面しかないですね。ただこの歩き方がやっぱりビッコ引いてるんで義足ですね。じゃあこの私が動かしてるのはこの画家ではないのかと思っちゃうんですけど。よし。え？ドアじゃないのか、これ。三つ目ですね。写楽君か、サンジアン運からでしょうかね。サザンアイズ。懐かしい。は？あれ？あれ？あ、小さい絵がある。いきなり閉じ込められました。あ！え？これ入ってきたとこですよね。あれ？戻された。え？ネズッチがいる。あれ？絵なんかなかった。こっち絵なんかなかったのに、わ、なんか絵の具が塗り固める。あ、ドアが開く。でも、なんか、こっちも、あれ、あれ？車椅子が沈んでる。あれ？同じだ。どっちに行っても一緒なんだ。じゃあ、こっちは？また大きな絵があるのかな？え？あ、戻されちゃうんだ。じゃあどっちか行かなきゃいけないんだ。じゃあなんかこの絵がたくさんある方に行きましょう。絵の具がね。ん？あ、あ、ファンが落ちてきた。ファンが落ちてきました。文字はないですね。こんなん結構重いんだな、このファン。余計よ。誰が飛ばしたの？誰もいない。自動で飛んできたんだ、あのファン。こんなん頭に当たったら、大怪我しちゃうじゃないですか。うわぁ。めちゃくちゃ刺さってる。なさそうですね。あれ？なんかこの絵まともじゃないですか？26個、20っていうか20になってない。あ、ドアが開いてる。開いてるドアって珍しいな。あ、は？あれ、開いた。一回閉まりましたよね、今。閉まって開いた。そんなとこには入らない。怖い。そんなとこに入りたくないよ。怖っ。なんかあるかな？なさそうですね。一回閉まって、ちょっと考えてからどうぞっていう感じで開いたな。
鍵かかってる。ここ行かなきゃダメじゃん、じゃあ。ちょっと、文字ないよな。ないですよね。さあ、と言ってと、言ってても始まらないですから。今、自動で開きました。自動で閉まるドアがたくさんありましたけど、自動で開くドアは珍しいな。なんか火がつけれる。開けといていいのかな？まあいいや、開けとこう。閉じ込められても嫌ですからね。何にもないですね。あ、閉まった。閉められた。え？あ、鍵。ろうそく、ろうそく。ろうそく。ろうそく。え？なぎ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 。え？誰か開けようとしてるけど、ちょっと。何？あんた、どっか行った。何今？誰か開けようとしてたよ。結婚式の写真が塗りつぶされてる。え、今、誰がいたんだ？特に読めるものはなさそうですね。うん、ないな。何だったんだろう、今の。開けていいのかな？いないよね、開けても。はあ、びっくりした。いないよな。なんか、絵の具が。さっきも、なんか絵の具で車椅子とかも汚れてるから、あれ？ここから発生して、やっぱり部屋の前まで来てるんだ。で、向こうに行ってる。え？え？え？これって悪魔じゃない？ This house is absolutely amazing.But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. どの階段のこと言ってるんだろう。じゃあこっちからやってきたんだ、彼は。彼ってかないんかは。あ、開く、鍵が。誰？なんかこういう何もないとこ来るとちょっとホッとする。はぁ、あ。暗いなぁ。絵も寂しいし。はぁ、特に何も字もないね。また始まった。あれ、これ閉まんないな。このささやき声の攻撃はでも手法としてはうまいかもしれない。かなりきますもんだって。なんかある。Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere.今感じたのが、犯人は奥さんじゃないですか。奥さんがまあ、やけどなのか何かで、
力仕事しちゃダメだよって気遣ってる言葉に思えるんだけど、放っておけばいいさ、どこに行くわけでもないしってのって、子供のことじゃないですか、ひょっとして。確かにこの画家から奥さんのことはうんじゃかんじゃうんじゃかんじゃ聞こえてくるんですけど、子供のこと一切言わないんですよね、この人。一回くらい言ってたか。彼女のためさとかなんか言い訳がましいこと。こいつ、なんか子供は嫌いなんだろうなってちょっと思っちゃうような感じなんですけど、どうですか？何もないですね。ここ開かなかったもんな。これは徹夜で仕事してたんだ、起こさないでくれないかって言ってた寝室ですよね。まあレコード載ってないからね、なるわけはないんで、レコードこっちにありますからね。文字ないよな。なんかこのやっぱり画家がいろんなことを、なんか狂気の画家さんなのかな。何もないよな。ちょっとレコードをはめてみましょうか。右下にレコードが出ますから、レコードゲットです。 OK のかな。なんだろう、このなんかスイッチがあった、こっちに。これなんだろう、よくわかんないけどな。とりあえず回そうかな。なんか変な音がするけど、なんか揺れてません？何にも起きない。変な雑音が来るだけ。あれ？あ、もう一回回せるな。このスイッチなんだろう。これこっちかな。こっちで回してみようかな。逆回転なのかな。音が違う。なんか溶けてきた。え、何？なんかいろんなものが溶ける。え？なんか出てきた。なんだこれ。なんだこれ。I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before.I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Chidana. なんで血を、え、何から血を吸い上げたの？この人。え、何から血を吸ったんだろう。なんかレコードだけ新しい。まだ動くんだ。あ、動く。戻るんじゃないかな。レバーを正位置にしてやったから。あ、やっぱり戻るんだ。世界が戻ってく。戻しておいた方がいいのかな。あ、精神的にはこっちの方がいいんで戻しとこう。精神的には戻しておいた方がいいに決まってるんでね、戻しておきましょう。何もなかったですよね。ないですね。いや、あのね、探してるのが、私、ネズミのね、あれを手に入れてないんですよ。もしかしたら一章に一個あるんじゃないかなと思ったんですけど、ネズミの絵が。ないな。
手に入れたっけな。結構怖いから見落としちゃってるんですよね。なさそうですね、ここに。よし、行きましょう。こっちか。元の部屋ですね。で、右下にこのアイテムできてる、が手に入ってるから、多分これが、キーアイテムじゃないかな。やっぱり、アトリエですね。アトリエに帰ってきました。帰ってきましたよ、アトリエに。あ、鏡が復活してますね。さっき鏡なかったんですよ。聞こえるし。また囁いてる。私もう見てられないわ。あなた病気なのよ。一晩中油汗をかいてうなされて、起きたらいつも同じアトリエに閉じこもって、苦悩する芸術家なんてナンセンスだわ。今すぐやめて。夫婦間の対立がもう、現れ始めましたね。完全に夫婦仲良くなってません。あ、結婚式の写真が行きましたね。画家は多分奥さんがやけど、あ、絵が戻ってる。また、なんか戻ってるぞ。形が浮き上がる。画家は奥さんの、その症状とかがあってなんか落ち込んでるけど、でもどうやら、キャキャ言っとる、キャキャ言っとる、キャキャ言っとる。どうやら、奥さんはなんか、その画家のそういうところが逆に嫌で、常にその、手紙とかでね、筆談でやろうとするところも多分嫌なんでしょうね。同じ家にいますからね。筆談で喋られても嫌だろうなっては思いますけど。Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. まあ、普通に考えたら酒瓶でしょうね。酒のことでやっぱり喧嘩始めてるんだ。よく降るなぁ、音が。で、こちらがまた吹けるようになってるんじゃないかなというのと、あれ?かなりこれ、棚が壊れてる。憎んで、今でも、喪失、孤独、自業自得、よ、重大な、あなたのための、終わらせるの。最初のあの文章が完成してきましたね。これ多分吹けるんでしょ、また。よいしょ。どんな絵になるんだ。何の絵だろう。わかります?私、ちょっとよくわからない。これ何の絵だろう。なんか建物かな?赤が使ってるから燃えてるその火事なのかなと思う。そんな感じもするんですけど、わからない。あ、やっぱり開いてますね。さっきの入りました。血液ですね。何の血液だよっていう感じですけど。はい、皆さん。ということで、二つ目のキーアイテムをこちらに入れました。で、これで、さらにここを出るとまた変わってると思うんですが、形が浮き上がるというこのメッセージとともに、では次何が起きるのかというのを4回目でやっていきたいと思います。そうですね、なんとなくその画家と奥さんがうまくいってないところとか、その、いろんな不幸が重なって仕事もうまくいかなくなってきてるのが分かってきたというところでございますが、第4章どうなっていくのか。皆さんとまた見ていきたいと思います。では、といってもこれ同じ日に2章連続できないんですよ。怖いんで。なので、数日過ぎに1回やってます。ので、ちょっと時間空くと思いますが、
じゃあ皆さん、親友でございます。